1> 第1問。五漢の滅亡後、義、五、諸の三国が分立、構想した時代。これ何と言いますか三国時代。おすげえ、<さ>あの時代だ。で、三国時代ですね。はい。次、三国時代から、隋の中国統一までの時代を総称して何と言いますか義新南北朝。義新南北朝。では、三国の一つ。これ三国時代の三国ね。はい。三国の一つで、河北を領有した国。これどこですか義はい。 で、五冠末の軍友、強い人ですね。の一人で、儀の基盤を作ったのは誰ですか曹操。曹操。では、曹操の子で、儀の初代皇帝は誰ですか曹飛。はい。またの名を。文帝。はい。えっと、儀を作ったのは曹飛ですね。曹操は五冠の人です。はい、じゃあ、次の問題言っていいですかはい。で、次は、曹飛は、都をどこに定めましたか洛陽。洛陽<葉>。では、曹操、曹飛の中央政府が、直轄管理した土地を、 農民に耕やさせる制度。これなんですかとん伝制。とん伝制ですね。とんでもない<笑><笑>とんでもない屯田制。ーー次。復習です。はい。全館部帝が作った管理登用制度は供拠利線。供拠利線。では、総費が始めた管理登用制度はこれが故に文定。そうですね。これを始めたから文定です。給品中正。給品中正。では、予習です。はい。隋の初代要件が始めた管理登用制度。過拠<許>。過拠さあ、 こいつ、要件始めんじゃんうん。その後めちゃめちゃ続くよね。めちゃめちゃ続くよ一回途切れるとはいえ。あの、バカたちがさ、収めたから、その、家境なくしちゃったんでね。次の問題いきます。総費の別名は文帝随の初代要件の別名は文帝つまり、境距離戦始めたのは武帝ここ武帝ここ武帝境距離戦を始めたのは武帝じゃあ次。つまり、急品抽選始めたのは文帝つまり、かきを始めたのは ブンテイ <laughs> なんかさ、あの、はぐれほどいたよね。ンテイブンテイブンテイ<笑><笑>じゃあ、競距離線、近辺中世、歌卓を始めたのラップ賞でお願いします。ぶていぶんていぶんてい。カモンぶていぶんていぶんて次の問題ね。関大の競距離線では、何々が誘得者を中央に推薦しました。これ、どの地位の人が誘得者を中央に、 推薦できるんですかね。地方長官はい、地方の長官ですね。はい。これ実際はでも、あの、地方の長官が推薦するのは、有能者ではなくて、豪族の親族を推薦してしまい、はい、結局中央集権化が進まないという問題がありましたね。ねで次、強距離戦では、地方長官が豪族を推薦してしまい、中央集権に限界があったと。で、そのため、旧品中世では、何々が人物を旧等級に評定して、 九個のだから階級に分けたんですね。それで、中央に報告して、中央はそれに基づいて、官職に任命したんですけど、このなんかまあ、報告する、中央に報告する人々、これなんて言いますかうんに、人物を九等級に評定してってことですか、ね、はい。中性感。中性感。これ、九品中性の、中性ですね。中性感。なるほど。九品って言うのは多分九等級なのかなあ<ー>はい。九品中性の中性感ですね。はい。じゃあ次。はい、結局、賄賂な,などにより、 旧品中世も機能せず、より豪族、貴族が強い時代になりました。その旧品中世による豪族の高級官僚独占を嘆いた言葉は上品に関門なく、下品に勢族なし。かっこいいですね。いい次の問題。ボンクラ貴族を排除するための隋の時代に始まった学科試験。隋の時代になるまで、その、あんま変えられなかったってことこれ。 あの、変えようとしたんですけど、<族>結局は豪族が入ってきちゃったんですね。なるほど。過挙。過挙ですね。はい。次の問題。はい。過挙制度開始時、ボンクラ大貴族が抵抗したため、大貴族に関しては、過挙免除で、高級官僚になる約束をしてしまいました。この妥協の制度名なんて言いますか大いのせいはい、大いのせいですね。はい。だからこの、 王位のせいで、貴族は妥協されて、結局、まあ入ってしまったんですね。妥協制度を開始した時はね、はいはい。システムっていうのは、なんか最初妥協があって、それからどんどんなくしていくみたいな,んなんで。なるほど。な多分それの一環です。次の問題。はい。王位のせいは、何々時代にも廃止された。何時代ですかそうですそう。宋の時代の妥協は、極めて実力主義なんですね。なるほど。それで、隋で、なんかシステム、これ、妥協のシステム開始したんですけど、宋では、まあ、廃止されたと。